さあ、濃い甘んじる。サーカステントだ。あそこ見ろよ、本物のピエロたちがいるぜ。どうやら準備の真っ最中のようですね。一輪車に横断もあるぜ。準備中にもうすでにこんなに子供たちが。あっちにある道具は何だ？ちょっと見てくる。好奇心旺盛だな。ちょっと待ってよ。行っちゃったにゃんね。どうしよっか。勘弁してください。どうした？今日は一体どうしちゃったんですか？いつも通りよ。あ、私の可愛さにジェラシー感じちゃった？それなら納得。え？いつもはそんなこと言わないじゃないですか。私ってば可愛すぎて罪な女。今日の先輩痛すぎですよ。ほんとよね。何かあったのかな？てかどんな妖怪？そうみたいにゃんね。自分大好き妖怪かなんかかな。ケータくん、ちょっとあれ。あそこ、見てください。ほら、サーカスのお姉さんの横。何なんかおる？お？妖怪？もしかして、トラブルって妖怪のせい？そのようでミス。妖怪ウォッチを使わずともあんなにはっきり見える。ケータ、あっちも見るにゃん。あの男の人？あ、さっき頭抱えとった人かな。絶対無理だろ、こんなの。俺、なんでピエロなんてやってるんだろう。こんなピエロやだ。なんかすごく悩んでるみたい。もっと陽気じゃないと、ピエロは。このサーカス、いろいろと問題が起きてるみたいでビス。ちょっと皆さんに話を聞いてみましょう。じゃあとりあえず、お、クエストが盛りだくさん。5つのキークエストのうち3つをクリアしてストーリーを進めよう。え、盛りだくさんすぎやろ。見慣れた広場が別世界みたいだ。サーカスっていいね。いいねいいね。私も久々に行きたいけどしよらんねよね。どうしました、お兄さん。お兄さん。いまいちピエロ。ダメだ。何度やってもうまくいかない。このままじゃピエロ失格だよ。どうしたんですか？俺さ、ピエロになったのはいいんだけど、得意な持ちネタがないんだよ。だからサーカスに出られなくって、チラシ配りしかやってないんだ。マジか。そうなんだ。でもこのままじゃダメだと思ってさ、チラシ配りにしては本格的なピエロな感じやけど。みんながあっと驚くような芸を考えてみたんだ。どんな芸なの？その名も、逆立ち甲羅のミサイクリングさ。それ本当にできたらすごいけど。でもなかなかうまくいかなくって、君話を聞いていってよ。逆立ち甲羅のミサイクリング。かわいいな顔。ピエロが考えついた新しい芸はどうやら難しすぎたらしい。もうちょっと簡単な芸に変えることはできないのかな。じゃあこのクエスト受けます。逆立ち甲羅、え？逆立ち甲羅のミサイクリング。その名の通り、逆立ちでコーラを飲み干す。しかも自転車に乗った状態でね。わけがわかりませんね。このゲームのためにいろんな自転車を買って試してみたんだけど、どれもダメで。っていうか、こんなの絶対無理だよ。誰だよ、これ考えたやつ。自分やろ。これか。はぁ、どうすればいいかな。ウィスパー、この人って自分でハードル上げすぎなんじゃない？もっとハードルを下げて簡単なゲームにさせてあげられないかな。いやいや、自分で上げたハードルはそう簡単に下げられるものでは。って、ちょうどいいのがいた。妖怪アマンジル。こいつなら。アマンジル？それってどんな妖怪？なるほど。取り憑かれると心のハードルが下がるそうでビス。それいいね。どこにいるの？前おったよね。アマンジルはノースピスタ地区の車の下や、倉庫マーケットの2番倉庫に現れることがあるそうでビス。あと、アマンジルは駄菓子が好きなようでビスよ。よし！探しに行ってみよう。逆立ち甲羅のミサイクリング発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビします。よし。まあでもナビするって言ってもね、妖怪の場所まではわからんねやろ。じゃあとりあえずさっき言った。ウェルカム、ウェルカム。ここはミラクルサーカスだよ。皆様にミラークルなひとときをお届けします。ウェルカム。伸ばす場所。車の下。ノースピスタ地区の車の下。じゃあちょっと車を、
その辺を走り寄る車を止まらせることはできんよね。じゃあその辺に止まっとる車、止まってないんすけど、この辺とか、これコンビニかな、違うか。その辺に止まっとる車の下とかを覗いて、え、あとはなんかどこって言った、あのなんか、あ、この辺車いっぱい止まっとるやん。じゃあちょっとこの辺の車の下を覗いてってみようか。普通に入ってきたけど、まあまあまあ、ここには何もいない。甘んじる。お、妖怪の気配がする。こいつは？何それ？それ何？ねえ、君何？お、なんか撃ってきた。はい。ねえ、君何？甘んじる？甘んじるではないの？結構かかるな。とか、超逃げ、あ、めっちゃ怒りよる。よし、行け。うっしゃい。さあ、君は。なんか口笛吹きよるけど。あっけらかんを捉えた。あっけらかん。あっけらかんは襲いかかってきた。甘んじるじゃないんかい。まあいいや。あ、いっぱいおる。じゃあ、とりあえず、仲間になってくれんかな。ああ、来なかったか。お、このお姉さんはどうした？倉庫マーケットに美味しいって評判のパスタを食べに来たの。おお。楽しみだな、ジェノベーゼ。ってことはこの辺、あ、倉庫マーケットそこにあるやん。倉庫マーケットの、あ、なんか光よ。2番倉庫におるって言ったよね。ミュージックカードを手に入れた。持ちきれない分は捨てよう。もったいない。この辺から出れる？あ、出れた。2番倉庫におることが多いって言った。必ずおるわけじゃないよね。よし。まあ、とりあえず、行ってみようよ、2番倉庫。ここは3番倉庫マーケット。あっちは？いてててててて。お、なんかちゃんと矢印出とるやん。あれ？あれ？こっちかな？あ、2番倉庫ここや。容器の粒を手に入れた。あ、じゃあその辺うろつきより妖怪の中に甘んじるが。あれは何？甘んじる？できれば甘んじるだけに、あれ甘んじるじゃないな。甘んじるだけに出会いたいんだけど。あれ？あれわからんなーじゃない？わからんなーって普通に歩き回りよん。ねえ。ほら。へえ、普通に歩き回りよんやね。なんかちょっと、ついぶつかっていってしまったけど。わからんな。クイズ出すだけじゃないんやね。あれだけで出てくる妖怪かと思いよったよ、私。甘んじるって見た目どんなんやったっけ？なんかお風呂みたいなのに入っとるやつ？お風呂っていうか、お椀みたいなのに入っとるやつかな。あれはわからんなやしね。こうやって何回かさ、うろうろしよったら、お、こっち行けるやん。わからんな。わからんなしかおらんくね。いや、あいつは甘んじるじゃない。まだわからんなやな。いない。なんかミニオンみたいじゃない？ミニオンズ。んで、この下におる妖怪は変わった？わからんな。わからんな、多いな。あれ、ここはここまでしか行けんや。あれ、あっち側には渡って行けんのか。なにこれ。え？なんか伸びた。これでなんか行ける範囲が広がったとかそういうこと？ちょっとそこの妖怪抜いてくれんかな。ほら、向こう行った。あ、これで向こう側渡れるようになったんやね。やったね。よいしょ。ほら。あ、宝箱。古びたコインを手に入れた。この古びたコインでも。あれ？ここまでしか行けんやないかい。あ、結局、この宝箱を取るためだけのってことか。
なるほどね。これ出たら入ったり繰り返しとは出てくるんやね、甘んじる。2番マーケットって言ったよね。2番マーケットじゃない、2番倉庫って言ったよね。さあどうだ、甘んじるに変わったか。あ、甘んじるだこれ。おっしゃ、何気に光っとったね。キークエストの目的のやつは光るんかな。あ、かわいいし、いいねいいね、甘んじる。よし、じゃあ行くぞ。カリカリベーコン、これ必ず仲間になってくれるかな、甘んじる。カリカリモーニング、キー、よし、さあ来い甘んじる。だってあと2つあるんやろ、まだクエスト。ええー、仲間になってくれない。いや、そこは仲間になろうよ、甘んじる。こっちにおるのは何？わからんな、怪しい。よし、もう一回。お、待って、おったやん。何の妖怪かはわからんけど、おったやん、一応。復活しとった。さあ、来い、甘んじるか？ちげー。あ、いや、この場所に来たら必ず光るんか。キークエストの妖怪やけん光りよんかと思った。日の当たる場所に行っただけやった。ちょっと待ってね。あれじゃない？あのさ、どこかしら何か反応してるけど。なんかね、和菓子を持っていった方が、和菓子好きなんやろ？この辺に、え？なんか動いたけど。誰？誰君？おぉ、嫌い魚を見つけた。誰だ、なんか見つけてしまった。野菜なんか嫌いだ。特にシャキシャキのレタスが嫌いだ。美味しいじゃないか。レタスに倒される記憶とともに、お前もレタスを嫌っちまえ。レタスに倒される、レタスの妖怪、なにこれ、チームバトル。レディーゴー。なんかいきなり始まりましたけど。何が起こってんの今。なんかよくわからないことが起こってるけど。じゃあ時間了。あ、でも普通にやっつけれる。てかどこにもレタスの妖怪いなくね。ねえ、どこにもレタスの妖怪いませんけど。しかも結構簡単にやっつけれる、みんな。イエーイ。なんかいっぱい出てきたよ、また。しかも同じ奴らじゃね。なんだなんだ。弱いくせに大量に出てきやがって。おーし。勝利。あ、なるほど。控えの奴らが出てきたってことか、今の。チーム戦やけん。イエーイ、普通にやっつけたよ。シャッキシャキに刻まれちまったぜ。鳥ももを手に入れた。こいつは仲間にならないの？もっとレタスそっくりに化けて、レタスに悪い印象をつけてやるぜ。これほどレタスを気にしてやる野菜嫌いはいないだろうな。なんだ、その辺に普通にいるだけなのか。そんなことはどうでもいいんだ。和菓子が欲しいの、私。ここは何屋さん？和菓子はどこ？和菓子。ねえ、和菓子。てか、和菓子とか売ってんの？なんか今普通に思ったけど。いや、売り寄るか。売り寄らんかったら言わんよね。和菓子。ここはコーヒーかな。コーヒーだね。ドトールみたいなマークがあったわ。ねえ、和菓子屋さんってとこ、これチョコレートなんよね。ここはパンか。泣くね？泣くね？パスタ。和菓子屋さんないよないよ。もしかして他のところに行けばあるとか。こっちは？お、なんか出てきてしまった。
もういっかな。普通に行っちゃう？お、甘んじるおるし。さあ、来い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 。一匹しかおらん。大丈夫かな？仲間にできるかな？じゃあ、とりあえずアイテムで、相手選べるこれ。とりあえず、キャラメルピーナッツとかを、あ、違う、味方になったこれもしかして。これを相手に。そう、そいつ。どう、甘んじるさん。まあまあかな。まあまあか。やっぱ和菓子が一番はいいよね。やっぱり。さあ、お願い。仲間になってくれ。何？なんか、えへへって言うけど。なんか嬉しかった？いいねもらった。イェーイ。甘んじる、お願い。私の仲間になってください。ちょっと連れて行きたいところがあるんだ。おー、来た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 。倒した甘んじるが近づいてきた。負けちゃった。もう君と友達になっちゃおう。かわいいよ。甘んじると友達になる。もちろん。甘んじると友達になった。おぉ、声までかわいい。甘んじるにニックネームはつけない。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。よーし。じゃあこれを連れてピエロのところへ戻ろう。こっちから行けるんかな。あ、行ける行ける。オッケーオッケー。じゃあ帰ろうね。一応ピエロのところをには矢印が。待って、別のとこ入っていきよった。あの近くのメリーゴーランドとかあるんやけどさ、そこはなんなん？遊園地なん？遊園地ではないか、あんな場所に。おーし、見えてきた見えてきた。さあ、お兄さんお兄さん、ちょうどいい妖怪を連れてきたよ。逆立ち甲羅のミサイクリング。何度やってもうまくいかない。俺ってばピエロ向いてないのかな。では、ケイタくん。早速、甘んじる呼び出しましょう。だね。さあ、どうぞ。出てこい、甘んじる。出てこーい。よし、来た。この人に取り付けばいいの？お願いね。それじゃあ行くよー。あの、さくらんぼ持っとる手がめちゃくちゃ可愛いんだけど。ねえ、お兄さん。別の芸を試してみたらどうかな。いや、決めたぞ。俺は芸の練習をやめる。そこまで。いや、甘んじすぎじゃね？チラシ配りだって必要な仕事だ。俺は今の状況に甘んじる。ハードル下げすぎでしょ。もうこれでいいんじゃないかな。いやいや、お前ら。いいのかな。相談に乗ってくれてありがとう。たくさん買った自転車。もういらないから、せっかくだし君に一つあげるよ。お、アコースティックな自転車を手に入れた。え、これさ、移動が早くなったりせん？自転車もらっちゃっていいの？あ、ありがとう。あとついでにこれも。ヨカコーラ2リットルを手に入れた。逆立ちコーラのミサイクリングは君に託した。頑張ってくれ。そんなことはできません。うんじゃねえわ。やりましたね。変な芸を託されてしまいましたが、自転車がもらえたからよしとしましょう。そうだね。その自転車を買ったのはノースピスタ地区。電車総通りの自転車屋さんなんだ。あ、見た見た。そこに行けばしても、自転車のメンテナンスをしてもらえるよ。お店の人には俺から伝えておくから、後で行ってみるといいよ。いやー、すがすがしい気分だ。本当にありがとう。逆立ち甲羅のミサイクリングバッチリ解決。バッチリ解決とは言えんと思うけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。